平野紫耀と平イ奈の交流に迫る熱烈なファンの注目を集める行為の行方。夢中になる一瞬の恋模様にファンたちは心躍らせています。ジャニーズ界の新星、平野紫耀と女優平イ奈が交わす行為の行方に熱狂的な注目が集まっています。その一端を今回の独占記事でお届けします。 平野紫シの魅力、平優奈の熱視線。テレビ業界内では早くから噂されてきた平野紫シと平優奈の行為の交わし方。二人はドラマ、ハニーで共演したことがきっかけでファンたちの想像力を刺激してきました。特に平優奈のアピールが注目を浴びています。 彼女はシーンの合間にも熱い眼差しで仕様に話しかける姿勢を見せ、周囲を驚かせました。密着の瞬間、共演者も感じる熱気。現場のスタッフたちは、二人の交流に引き込まれる瞬間を目撃しています。共演者がいるにもかかわらず、平優奈はまっすぐ紫王の元へ向かい、話しかける姿勢を見せています。 その際の上目遣いによる瞳の輝きはまさに魅力の証。その一方で、潮は他の共演者と比べても熱心に平優奈うなと会話することが多いとされています。ライン交換の背後に秘められた行為。交流の舞台が現場内に留まらないことも明らかに、平野用と共演する女性たちは、 彼の連絡先を手に入れるために独自の方法を駆使しています。特に平優奈は LINE 交換を果たせずにいるようですが、その真意はいかに行為の行方に注目が集まる。ファンたちは平野市用と平優奈の行為が果たしてどのような未来を迎えるのか、熱烈な関心を寄せています。 潮の熱心なアプローチや平優奈の瞳の輝き、そしてライン交換の秘密。これらすべてが一つのドラマを紡ぐ要素となりつつあります。続報に期待、恋模様の行方はいかに。今後、二人の交流がどのような進展を見せるのか。ファンたちはこの情報を待ち望んでいます。その一方で、潮と平優奈それぞれのキャリアも輝きを増しており、 ファンたちは両者の活動にも熱い注目を寄せています。ジャニーズ界の新たなドラマ、恋模様の行方、そして輝く未来。平野志耀と平優奈の行為にまつわる全ての要素がファンたちの心を魅了し続けています。ますます注目を集める二人の交流、その行方に今後も期待が高まるばかりです。